デージ島内チャーチン FM 那覇 78.0 おおはい、みなさんこんにちは、チンさんパパです。4月の8日木曜日14時を少し回ったところでございます。皆さんこんにちは。はい、チンさんパパはですね、保育士、シンガー、ラジオパーソナリティ、モデル、4つのツールを持つパパでございます。元気みんな元気してるかい声で始まりましたが、まあ、4月のもう8日ということで、先週の放送でもお伝えしましたクラウドファンディング、コラボ支援企画シェイクハンズ、ファッション×飲食店ということ、沖縄の飲食店ということなんですけども、この4月11日のクラファンスタートまでもうあと数日ということになっております。はい、緊張してまいりました。もう力んでまいりましたが、もう4月のね、もう11日にもう何をしようとももうね、ここにスタートいたしますので、ぜひですね、まだあと数日間ありますので、ぜひ LINE、公式 LINE か、公式 LINE の方、登録していただいて、友達追加していただいて、まだ情報取れます。情報も発信も随時ですね、クラファンがスタートしてからもですね、こんなことやりますよ。そして先週ちょっと言い忘れたことがあって、実は4月中旬にですね、僕新曲、リリース決定してます。ごめんなさい、これ言うの忘れてたそうそう、先週言うたらよかったと思ったんですけど、そうなんです、あのこの、先週言い忘れた新曲リリースに関しましては、これ実はクラウドファンディングの、そのページ内ですね、動画が、貼られております。はい、動画の中にこの僕のですね、新曲のソングがですね、新曲のソングが新曲が流れてます。はい、これ流れてます、イエーイ。そうなんです、これテーマソングとして今回のクラファンのコラボ支援企画のテーマソングとして書き下ろした、タイトルリスタート、という楽曲になっております。本当に、コロナで大変な店舗さんを目の当たりにして、何か自分の大好きなことで、救えないかな、助けられないかな、そして面白く助けられないかなって思った、その話をベースに、書き下ろした楽曲になってますので、まあ、4月、ごめんなさい、中旬って言って、だいたい日付まだ決めてないんですけど、この時点で中旬らへんに、配信リリース、デジタルリリースということになりますので、ぜひこちらの方もお楽しみに。はい、ということでですね、チンさんパパの、こちらもうデビューシングルを、今からお届けしたいと思います。聞いてください、ラブラドレッセンス。We can make a break at go, let's go, let's down, not start again. 何度だって、ぶち当たって、限界くばろう。まだ未完成なままでも、go for it back again. まだ見ぬ未来へ、いざなえ。
ということで聞いていただきましたチンさんパパの、デビューシングルですね、2013年ぐらいアバウト、ラブラドレッセンス聞いていただきました。今日もですね実は先週に引き続き、素敵なゲストにお越しいただいておりますので、このコーナー、行きたいと思います。チンさんパパのポジティブチンキーはいということでやってまいりましたチンさんパパのポジティブチンキング、このコーナーはですねチンさんパパのこの島内茶チンにおもろいゲストを、紹介しようというこのコーナー。来ていただきましたのは EQ 絵本講師山川千恵さんです。こんにちは。はい皆さんこんにちは、 EQ 絵本講師山川千恵です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。いやデビューシングル懐かしい音色いやなんかもうそんな感じですよねあの時代あの時代のあーわかるっていうこのねミュージックの感じがいや良かったです。いやありがとうございます。もうすいませんゴリゴリロックのいえなんかあー時代やなっていう感じで聞かせていただきました。ありがとうございます。はいということでちえさんにね今週も、はい引き続きお越しいただきましたが、はい、簡単に自己紹介よろしくお願いします。はい、はい、私はですね沖縄を中心に EQ 絵本講師として絵本ってめっちゃいいよ特に大人の人にもねっていうことをねお伝えしている絵本講師という活動をしております。よろしくお願いします。すごいあの何がすごいかってあのお母さんと一緒のお姉さんぐらいにめっちゃ声通るピョーンってメーターいった今さすがナイスボイス離れとくナイスボイスええ声ええ声ええ声で、はい、ちえさんまだね来ていただきましたけども、はいまあ、簡単に、はいまあ、先週もね、はいどんなことをやっててっていうことをねお伝えしました、はい、お伝えしましたけどもそうですね絵本がとってもいいというそうなんです、まあ、ざっくりごめんなさいざっくりなんですけどもいやいやもう本当にその通りなんですよ。すさまじいぞというね、はい、ことをねあのお伝えしてるんですけれども、はいまあ、この絵のテロップがあるんですけどね今ねEQ って出てるんですけどねなんぞやなんぞやっていうねEQ、まあ、簡単に言うと、まあ、コミュニケーション能力とか人間力、はい人と人と の, この関わり方とかですね言葉を使ってそれがうまく上手になるよっていう そういうのを EQ 力が高い人っていう言い方をするんですけど知りたいビジネスをされる方は特にこの EQ 力は高い方がビジネスは成功します、うん、間違いない、はい、間違いないそうで絵本はそうじゃあどことつながるのっていうとですねそういったその、まあ、思いやりとか相手 の, その裏側のまあ気持ちとかも汲み取りながら、うん
ら話をしていく、うんうん、例えば意見が違うかったとしても一回相手の意見を受け止めて、はい、でプラス自分の意見もちゃんと伝えて、じゃあ、まあ意見は違うけれどもどうやったら問題解決していったらいいかなっていう話し合いができる、これが EQ 力が高いって言うんですけれども、なるほど、それを絵本で培うことができるんです。もうチェイさんなんかも EQ 力もうねもうスカウターが壊れるぐらいにもうトゥルルルパーンなんだこいつはみたいなあ、ごめんなさい、わかんないですけどドラゴンボールなんですけどドラゴンボール知ってますよ、ドラゴンボール一応世代ですからね、すごい EQ 力が本当ですか、ありがとうございます。いやもうパッと、まあ、先週も言いましたけどパッとここねラジオ来てねこんなにスラスラ喋れる人いないんですよすごいんですよ本当に。もう引き続きね今日はもうゆっくりとおしゃべりしてもらって、はい、お話してもらってよろしくお願いします、ね、絵本の面白さ、はい、いろいろあの伝えていただきたいなと思っております。はい、そんな、ちえさんがですね、はい、実はおすすめする、はい、そうなんですよ、作家さんですか。はい、作家さん、あの絵本作家さんってもういっぱいいらっしゃる、もう尊敬される方ね、皆さんが知ってる谷川俊太郎さんとか聞いたことある、よく聞く、そう、詩も書く詩っていうね、うんうん、で楠木重則先生、私たちのその絵本未来今日、まあ、あの機構があるんですけどそこによくよく来てくださってる、はい、楠木重則先生だったり、くすん、そうね、くすんあったことないけどすみません、とんでもない、もう本当にありとあらゆる素晴らしい絵本作家さんがいらっしゃるんですけども、うん、今日は新人絵本作家さんにプラス海外進出も決められてて、そう、韓国、そう、韓国だったり今度はですね、あのアメリカのロサンゼルスに出展されるとか、すごいな、そうなんですよ、もう、あ、そうなんですか、そう、新人なのになんかこのなんで右肩上がりがすごいみたいな、ポーみたいな方がいらっしゃいまして、でインスタでですあのちょっとつながらせていただきまして、ぜひご紹介をさせていただきたいなと思って、今日は、はい、注目ですね。そうです、注目の絵本作家さんがいます、はい、結構ね絵本講師の先生方も、インスタのライブとかで、絵本の読み聞かせとかもされてる方とかもいらっしゃるんですけど、私たち絵本講師はやっぱ絵本を普及させたいっていう思いがあるので、うんうん、基本的にあの読み聞かせ NG なんですよ、絵本講師がするのは。はい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 、やっぱり手に取ってね見ていただいて、でよいいと思ったら買っていただきたいっていう、うん、まあ、あの思いもあるので、基本的に絵本講師って なると読み聞かせはブーなんですけれども、はい、絵本作家さんの方からいいよっていう許可をいただいたら私たち読みます。なるほど、はい、で、まあ、今回はですね、まあ、その新人の、ね、絵本作家さんで、うん、秋広伊藤っていうね、あのインスタでもあの検索していただいたらすぐで出てきます。秋広伊藤さん、はい、ひらがなで秋広伊藤さん、はい、新作、あの新、ね、あ、何、初めての出版した絵本がですね、はい、うん、タワオさんと麦わら帽子というね、すごく心温まるあのストーリー展開になっている絵本があるんですけども、タワオ、はい、タワオさんと麦わら帽子、麦わら帽子、はい、はい、絵のタッチもすごく可愛いんですけど、中身もねすごく、あー、ほっこりっていう内容になってます。これはぜひあのせっかくなのでインスタでねつながっていただいて、あのインスタの中で絵本の読み聞かせを別の方がされてるので、うんうんうん、見ていただいてですね、ぜひぜひ、めっちゃ可愛いんですよ。それその方が今あのすごいなんか、ね、イギリスのね文学賞とかの取られてる、 えすごくない、そう、すごいんですよ。なんかめっちゃだからうなぎ登り、英語版のイングレイのイングレイのかな、適当に足られたこと大丈夫です、すぐちゃちゃいる、大丈夫です。英語版で絵本も作られてたりとか、すごい挿入歌とかもあるんですよ、ワールドワイドやな、すごいんです。だからでもすごいみたいな、なんかただ絵本をなんか出版しましたとかじゃなくて、すごい思いがそのね込められてる、しっかりっていうところにすごく共感しまして、うん、ぜひ紹介させてくださいって言いました。そしたらオッケーって言って軽い軽いすごく軽いノリだったというさ、そういうのの秋広伊藤さん、ほう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 、はい、いらっしゃるので、ぜひインスタでねつながっていただいて、うんうん、僕もフォローしに行きます、これ、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひね、このアカウント、ぜひぜひ見てください。新作も何で検索したら出てきますか、これ、秋広伊藤か伊藤秋広、どちらかで出てくると思います。わかりました、すぐね、はい、これ検索して、すごいですよ、もう新作も出てるんですよ今。なるほど、新作はね、チャペックとマトンの物語、チャペック
ペック、そう森の郵便屋さんチャペックですかね、とかね、今すごくあの私の中で旬な方で、まあ、いっぱいね、もういっぱいいらっしゃるんですよ。もちろんおすすめしたい方いっぱいいらっしゃるんですけど、勢いがいいなと。なるほど、はい、感じておりまして。面白いですよね、もう海外にも目を向けて、はい、そう絵本ってその市場があんまり広くないというか、その何ですかね、あの何万部売れたりとかっていうのとかで、あんまりこうね、そうですね、フィーチャーされないところがあったりとかしてたんですけど、ここをまたスポットライト当てて、はい、海外にもっていうところ面白いですよね。はい、やっぱり海外の絵本と日本の絵本ってちょっと違うんですよ。へえ、あ、そうなんですね。伝えてる内容とかが、あ、でも確かにそうかも、なんか、まあ、なんか感じ方も違い近くて記憶がありますね。そうなんですよね。なんか日本はどっちかというと生活向けとか、うーん、子供向けの絵本が多かったりとかするんですけど、はい、まあ、はい、最近はちょっと大人向けの絵本も出てきたんですけど、外国の絵本って基本的に自己肯定感、自分をありのまま受け止めるっていう自己肯定感を高めていくような絵本がすごく多くて、はい、これいいですよね。そう、だから今逆輸入みたいな感じですね。あ、なるほど、なるほど。海外版の絵本を翻訳してくださって、それを日本の人が読んで、あ、絵本っていいねみたいになってるところもありますね。うーん、すごい。そうなんです。この、秋広伊藤さんですね。そう、だから今度さらに逆輸入ですよね。日本から行くぞみたいな。すごい。ところの勢いが素晴らしい。帰ってきてまた出ていく。そうですよ、本当に。すごい、ワールドワイドですね。ぜひ。はい、じゃあ秋広伊藤さんですね。はい、秋広伊藤さん、チェックしていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。面白いな。いや、もう千恵さんいろんな情報持っててね、さっきもちょっと休憩時間中にお話ししたらね、もう止まらんすね。あの、お互い宇宙人って呼んでました。そうそうそうですね。宇宙人って有名です。そうです、宇宙人って呼んでましたけど、まあ、はい、その千恵さんもね、はい、今面白いことを今いろいろやってはるなっていう中で、そうなんですよ、実はまだなんかこの面白いのあるんですよね。あのですね、ダンスに、そう、ダンスを、はい、あの大阪の方でね、はい、ストリートダンスなんですけど、はい、あのがっつりやってた時期がありまして、ヒップホップなんですけども、ヨウヨウヨウとか言いながらね、はい、髪の毛もこうね、ドレッドとかしてですね、マジですか、マジヒサロとか言って黒くしたりしてね、全然イメージと違う。それよく言われるんですけど、まあ、そういうもうブラックなヒップホップを実はやってまして、今あのメンバーはもう今も現役でやってるんですよ。ブラックシップっていう名前で、ほう、あのストリート界ではありがたいことにもう、あの今も名前を残していただいて、活躍バリバリしてるんですけれども、ぜひ YouTube とかでもすぐ出てきます。ブラックシップ、はい、はい、が、はい、そのダンスを活動してて、まあまあ子育てとか、まあ、自分のしたい、改めてねしたいこともあったりとか、ちょっと膝を怪我したので、あ、それもあって、そうね、それもあって、グルコサミン、そう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 、グルコサミン取っとけばよかったってやつですね。そう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 、それもあって、まあ、ちょっとまあフェードアウトして、まあプロとしてはちょっと難しいけれどもっていうところで、あの、まあ、今は学童さんとかに行ってレッスンしたりとかをしてるんですけど、すごい、素晴らしい。そうなんです、大阪で自分がレッスンを持たせていただいてたスタジオのオーナーさんがいらっしゃるんですけど、はい、今度、はい、あの、まあ、私は絵本のね講師をしてるので、私が大好きな西野亮廣さんの、お、来ましたね、来ましたよ、みんなみんな大好き西野さん、そう、はい、そう、プペル町、プペル町やって、煙突町もほらこおかしな、テンションがおかしくなってるからね、煙突町のプペルっていう絵本があるんですよ。はい、もう映画になる前から私はもうあの購入して、すごいなって、はい、うん、大人になって初めて買った絵本がそれだったんですけど、そうなんです、あの長いね絵本、確かに、ね、すごい、もう絵もすごいけど、なんか内容もやっぱ芸人さんらしいオチがすごいんですよ。ここに来るかっていうようなオチになってるのが、まあまあ、ね、グッときますよね、グッとくるんですけど、これがね、あの去年12月25日映画版として世界にね今飛んでますけど、はい、飛び回ってね、すごくあの大ヒットしたんですけど、はい、すね、この中でダンスが出てくるんですよ。出てきますね。そうなんです、出てきます、知ってます、知ってます。ハイドさんが歌われてるのと、ロザリーナさんが出てる、はい、ダンスが出てくるんですけど、この子供向けのダンスですね、はい、ロザリーナさんの主題歌で、うん、この絵本の読み聞かせプラス、うん、ダンスっていうものをコラボにして、保育園だったり幼稚園の子たちにダンスの楽しさを伝えていこうっていう企画がありましてですね、はい、それを沖縄で私がさせていただくという話が進んでおります。おー、すげー、やったーっていう、すごいんじゃないこれ。そうなんです、もうお話いただいた時はもう即決でした、やりますって言って
すぐやるよね。そう、すぐやるよってこれすげー、明日からやるよっていうぐらいの感じです。ワクワクする。そう、そうなんですよ。いいな。そうだから絵本もプレゼントさせていただくんです、はあはあ、保育園幼稚園さんにね、まあ、基本は保育園幼稚園さんなので、はい、まあ、課外授業として、まあ、ダンスも取り入れていただきたいっていう思いもあってですね、うんうん、体験をぜひしていただきたいなと。いや面白そう。思っております。やってほしい。これやるよ、やりたい。いや絵本は教えるよ、あの読んでるんですよ保育園でも僕も、ね、そうそうそう、おっしゃってましたよね。めちゃくちゃリアクション良くて、もう何回も読んでって、すごい、あの長いのを保育園児がくって聞けるっていうのは聞くんですよ。いや、うちのクラスほんまやんちゃばっかりなんですけどあの絵本にだけ関してはずっと、うん、ずっと見てますね、あれ。わかる、すごい。わかる子はわかるってことですね。でしょうね。また想像力がかきったね、うん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 。前回の放送でもおっしゃってたみたいな。そうですね、本当に。かき立てられて素晴らしいんだろうなって。だからそれにまたダンスも教えられたりとかしたら、さらにいいなと思ったんですけど、僕あの残念ながらダンスむちゃくちゃ下手くそなんですよ。いや本当ですか。そんな風に見えないですけどね。超絶硬くて僕。ええー。だからね、これはちょっと小さにちょっとまた手伝って。はい。この企画。やりますよ。行きますよ。面白いな。そうなんです。ぜひあの、ね、気になった、ね、方は見せといてもらって全然大丈夫です。 YouTube にも、ね、発信されますので、プペル大好きみたいな感じで、ね、いや面白いですからね、いろいろやってはりますからね、西野さんもね、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。ダンスか、ダンスもやってんのかっていう、ダンスもそうやってるんですよ。できる、まあ、いろいろやってる方はね、本当にもう幅広いなっていうのは、このゲスト、ね、あのラジオやってからすごく痛感するんですよね。なんか自分4つツールあるって言ったけど、なんかもう4つ以上の人いっぱいいるなみたいな。いや僕はもう4つで今は手一杯だけど、あのね、またこれから広げていったり、あのね、うん、こうまたこうコラボレーションとか、うんうんうん、なんかこれいいよね、あれいいよねっていう、そのいいよね、楽しいよねが集まって、また一つ多分企画ができたりとか、うん、そうですよ、経験は無駄にならないですから。間違いない。もう本当になんかね、中途半端だとかってもし言われたとしてもね、うん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 、絶対経験として残るので、うんうんうん、後々必ずね自分の助けになります。なんかここでレッスン受けてるみたいな俺がこう講師してもらってるみたいな。いや、なんかこういうね話され方すごくもうめっちゃ上手なんですよ。本当僕もなんか本当に勉強にあのなるくて、インスタライブとかも僕拝見させてもらっていて、あ、だからこういう風に話したら、はい、あの伝わりやすいのかなとかっていうのを、まあ、僕も自己分析とか結構いろんな方の見させてもらうんですけども、ちえさん抜群に分かりやすいんですよね、この絵本の。そうなんですね。そうなんですよ。嬉しい。でこれぜひね、インスタグラムもちえさんのね、はい、フォローしてぜひぜひいただいてね、はい、山川知恵って検索していただいたら多分すぐ出ると思います。絵本読み聞かせ1万回とか書いてると思うので、うんうん、あ、絵本読み聞かせ1万回か山川知恵で検索していただくと出てくるという、はい、出てきます。いや、これもぜひ気軽にね、知恵さんともお友達になってもらって、ね、パパママの、ね、悩みだったりとか、はい、なんか子育てに関してこうね、絵本ってい う, こう角度から、ね、うん、こんな風に良くなっていくよって考える力がついたり、うんうん、いっぱいありますよ、うん、持ってる持ってるね。これだからあの Zoom とかでそういう、うんうん、あ、そうですね、なんかそういう書いた、なんかまあ絵本の講座があるんですけども、あ、絵本講座があるということで、講座があるんですよ。そうそうそう、はいはいはい、あ、それはまたインスタライブは無料でやってて、あ、そうですそうです、講座はまた違う別の形で、うんうん、そうですね、はい、有料だったりもします。あ、なるほど。、はい、いや、これもぜひね、パパママ必見でございますので、はい、あのうち あの嫁さんも推奨しております。ありがとうございます、はい、いい絵本と出会えたと、めっちゃ嬉しいです、はい、すぐメンションしてくれたから、うわやったと思って。あれタイトル忘れたんですけど、どれですか、何でも言うことを聞く子供をあのスーパーで買うって話、完璧な子供ですか、完璧な子、あれめっちゃオチおもろかったっす。そうなんですよ。あれも結局そこ求められるぞってやつですよ。そう、完璧な子供、いやもう本当に完璧な子供です。これもちょっと読んでもらいたい、めっちゃおもろかった、面白いですよ。そうだから、ちえさんいっぱいね、知ってるから保育士の方もね、これちえさんフォローしてもらった方がいいと思います。この間保育士さんにも講座しました。そうなんです、やっぱりね、いやだと思う、保育士さんも喜ぶ、ま、このちえさんのこのアカウント絶対フォローしてください、みんなね、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで、またこれ放送終わった後にまたゆっくり話しましょうね。そうですね。もう4月、1日と8日ね、はい、2週にわたって、はい、ちえさんに来ていただきました。嬉しいです、ありがとうございます。またインスタライブも決まった週やってるんですか、うん、ゲリラなんです、あ、ゲリラということで必ずフォローしてください。、はい、
ということで、はい、今週も来ていただきました EQ 絵本講師山川千恵さんに来ていただきました。皆さんぜひぜひフォローしてくださいね。はい、お願いします。はい、どうも千恵さんありがとうございました。ありがとうございました。踏み出していく一歩、力強く君が笑うその時まで。FM那覇78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。